おつまみ食い禁止。おつまみ禁止。いや、来た来た来た。お前のセンスが足らん。こうなったの。はい、お疲れ様です。今日の数もこれじゃ。ねえ、ナスがね、立派なナスがね、ご近所野菜で400円でね、4本、1本100円。これ立派だったね。ナス食いたい。まだナスならないうちはね。だから、マボチーズねえ、マボナス、コストコのあのひき肉、牛ひき肉を小分けにするっていう考え方に至ったね。うん、ちょうどいいね。まだ行かなくていい。コストコは見て、うわうまそうねえ、マボチーズ。ほんで久々のザンギでございますよ、唐揚げ。うん、ジャストミート唐揚げ。そしてナスはやっぱりあのミョウガも安かったね。ミョウガも一袋300円だったんで、まあまだいっぱいある。あね、ミョウガミョウいっぱいあるね。でそのミョウガとねナスをね浅漬けのもとで揉んでやもうもうもみ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 ね、あれをもむもむね、さっぱりね、濃いさっぱり。そしてアサリとあんしめじの、しめじのですね、
あのアサリとしめじとネギの長ネギのおみおみをつけ、久々のおみをつけ、なんか最近ねやってないなと思ってちょっと味噌汁作ってみた。うんね、さあこんな感じで今日はこうだよ。今日はナスと鶏肉とアサリだ。もう陸海空を制したね。陸海空を制した。うんね、俺はあの幼稚王になる。ね、うん、よう。